皆さんこんにちは、ミレイです。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。皆さん元気ですか？今日はベリーダンスの基礎のちょっと応用ということで、シミをしながらインアウト、シミをしながらベリーロールっていうのをやっていきたいと思います。まだね、インアウト、ベリーロールが難しいよっていう方はぜひこのね、インアウトベリーロールの動画を見ていただいて、こちらに挑戦していただければと思います。では早速行ってみよう。レッツゴー。ではまず復習をしていきましょう。お腹のインアウト、インアウト、インアウトの復習をしていきます。お腹をインアウト、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 インアウト。お腹の筋肉を引き込む、そしてパンチするようにインアウト、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 インアウト。この練習を続けていけばいくほど、このお腹のインアウトは大きくね、動くようになるので、ぜひ継続して練習してみてください。これがね、できるようになったら、今度は下から筋肉をえぐるような感じで上から出す。下からえぐって上から出す。イン、アウト、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 イン、アウト。こういう感じで下からえぐって出す、下からえぐって出す、円をね、描いているようなイメージで練習をしていきましょう。最初は筋肉も反応してくれないし、よくわからないっていう感覚になると思うんですけれども、これもね、脳から指令を出し続けて筋肉にアプローチをかけることでだんだん動いていくので、諦めずにこのリバースをやっていきましょう。えぐって出す、えぐって出す、えぐって出す、えぐって出す。そしたら今度逆ですね。上からインしていく。上からイン、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 上からイン。ではこの動きにシミを入れていきましょう。エジプシャンシミをね、こうしながらイン、アウト、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 イン。続いてはシミをしながらロール、このロールをしていきますよ。出す、イン、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 出す。反対、上からイン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 、上から。
皆さんいかがだったでしょうか。今日は市民をしながらインアウト、市民をしながらベリーロールということで、ちょっと基礎よりも少し難しく応用をお伝えしました。この動きはインアウトの練習、シミの練習、そしてインシミをしながらインアウト、ベリーロールというふうに段階を追いながら練習を続けていくことでマスターできる動きになりますし、何度も何度もね、練習を重ねていくうちにどん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 ね、精度も上がってきて、よりはっきりと大きな動きができるようになるので、ぜひこの動画で一緒に練習していきましょう。ではグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムもやっております。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ミレイジャブリリエのオンラインストアではミレイの振り付けも購入することができますので、ぜひ覗いてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。